さて後半は在学生トークライブ住まい編です。遠方から入学される方、大学生になることを機に一人で暮らしてみようかなと思っている方はこちら必見の内容となると思います。一人暮らしのメリットやデメリット、そして大学生が実際にどのような生活を送っているかなど、ここで在学生の皆さんにお越しいただいて聞いていきたいと思います。こちらもすごく深く聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。さあ、こちらも実はサブタイトルがこの私たちの住まい全部見せますと全部見せてもらう、はい、入ってるんですが、皆さん大丈夫でしょうか。じんわり若干みんな、ね、完全にプライベート見せろって言ってんだからね、公共に ね、 ですよね、うん、ぜひそこの辺もこう可能な限り聞いていきたいなと、まあ、来てくれたってことは見せてくれるんじゃないでしょうか。そうですね、はいはい、見ていきたいと思います、はい、ではまずは自己紹介をお願いいたします。はい、はい、薬学部薬学科1年久保田彩斗です。薬学部1年の宮野雄介です。よろしくお願いします。保健医療学部理学療法学科1年の花田久美です。お願いします。見たね、どっかで、ね、工学部都市環境学科の松田光太です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。みんな1年1年1自分だけ3年3年、はいね、席変わったね。はい、ちょっと席変わってまた引き続き花さんには行っていらっしゃっていただいているんですけれども、そうだから、まあ、さっきが、まあ、受験の話だよね。で、受験でどうしたらいいかとかって、今の気持ちをどういうふうになんか捉えて、どういうようにストレスを解消していくかとか勉強法とかいろいろ来ましたけど、はい、じゃあいざ入りますってなった時に、やっぱりその札幌近郊だけじゃないんで、そういう意味で言ったらね、いる、なんていうの、受けて合格して入ってくる人たちはっていうのはね、ちょっとそういう人たちに向けての企画なんですけれども、ど、はい、遠くから来る人たちに対して、その北海道神楽大学来てる在学生がどういう住環境で住んでてっていうようなところをお伝えしつつ、まあ、心配しなくていいよっていうことになるんじゃないのかなっていうところで、ちょっとなんだお伝えしてみようかなっていうような企画です。はい、はい、ちなみに、うん、皆さんがどっからどっから来てるのか、ね、ちょっとまず聞いてみる、はい、どこから来てるんですか。あ、僕は門別から来ました。門別、はい、で僕は帯広です。帯広、はい、青森県です。青森県青森県だったの。そうです。あれ、さっき言ったっけ、青森県って。行きました、ね、言ってなかったんで、通学に時間がかかるっていうね。そこまでは聞いたけど、ヒントだったんですね。青森なんて聞いてないよ。訛りもないしね、訛ってないね。ヒントをいただいてます。あ、抑えてんだ。あ、そっか。どうですか、3年生。自分は十勝の音更町というとこ出身です。音更町、音更町だ。そっか、音更町ってどこだ。どこ、帯広の隣です。近い、はい、うん、近い。まあいいや、はい、まあ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 、でもやっぱりみんな遠くから来てるんだね、それなりにね。そうですね、うん、もうどうにもならないもんね、通うことは帯広からはできないしね、うん、そういう意味で言ったらね、うんうん、でね、ちょっとさっきもう本当資料忘れたから、はい、もう出しました、私。チャッチャと出したい。チャッチャと出しました。角度どうかな、どっちのカメラ、どのカメラ、はい、それね、はい、これちょっと表見ていただきたいんですけど、んいいのかな、はい、大丈夫です。大丈夫ですか。何ですか。あ、来ましたね。何をやってるんですか。ですね、はい、あ、ボールでやってくれと。ボールペンでやるなと。すいませんね、はいはい、はい、これね、これ見えてるのかな、これ。まあ当然ね、まあ北海道っていう中に今の帯広の人たちとかそういう人たちは入ってるんだけど、まあ全国つつ裏々からこのなんかこう印がついてるところっていうか、この緑になってるところから来てるわけですよ、実は。在学生にこんだけいるんだって、すごいですね。でね、今青森だったよね、はい、62人もいるから在学生の中に。あった、あ、います、います。あ、います、はい、たまに喋ったらなまる、一緒になまります、なまる。そうかそうか、じゃあ友達はいるんだね、青森のね。いっぱいいますね。でそれでさ、あの東北でいうと本当に岩手24人、秋田県も24人でしょ、茨城県が13人でしょ、で静岡6人、別に普通にいろんなとこから来てるんだよね、まあ、どこってわけじゃなく大阪からも4人来てるし、沖縄からも2人来てるし、もう全国いろんなところから来ているんですよ、うん、そういう意味で言うと、はい、はい、まあ、そういう図です、これに関して言うと、はい、出身校はもういろんなところも全国つつ裏々から来ているっていう話です。はい、はい、でもう一個
たします。見ちゃう、はい、もう一個見ちゃうか。見ちゃっていいのかな。いいですか、もう、はい、はい、でね、今日集まってもらった人たちもまあまあそれぞれ今これからなんか住宅についてなんか教えてもらうんだけど、まあ、そんな中自宅から通ってるよっていう人はまあ約 70% いるんだけど、残りの 30% はまあその一人暮らししている人たちだよね、はい、まあ、その中でもまあ下宿の人がちょこっといたり、まあ、学生会館って言われるようなところから出る人もいたり、これアパートって書いてるのは多分これ一人暮らしっていうことだよ ね、はい、ね、の人がいる。でそれがまたちょっとこれ工学部とかなんかこう分かれて学部ごとに分かれてるの、ちょっとこの情報が果たして何か役に立つのかちょっとよく分かんないけど、皆さんがね今日来てる皆さんが、うん、まあ、どうなのかなっていうところだけど、うん、ね、まあ、これで見ると工学部は割と男子が多いからかな、これ下宿とか学生会館とかっていう数が割と多いよね、全体に比べてね。で、あと特徴的なところで言うと、まあ、薬学部一人暮らしを自宅、あ、違う、自宅はしないのかと。そうだね、一、うん、人暮らし多いね、これ、ね、アパートっていうところは一人暮らしでしょ、うん、薬学部は一人暮らしの人が多いねっていう傾向があると。でもまあこんだけの人たちが、これだけの人たちが300人とか400人とかっていう人たちが一人暮らししてたり、かなりの数がの人たちが、まあ、下宿や学生会館にもいるっていうことだよね。親御さんの元から離れて、まあ、そうだね、そうやって暮らしてるっていうことが分かるっていうような図でした、うん、はい、はい、それで、じゃあ皆さんがどういう暮らしをしているのかっていうのをちょっと具体的に聞いて見ましょうか、はい、はい、じゃあちょっとパネルがあるのでそれを出していただきましょうか。お願いします。でこのパネルはもしこれあれですね、オープンキャンパスに来ていただいた方だったら見たことあるかなと思うんですけど、北海道科学大学のオープンキャンパスではこういうふうになんかこう自分の自宅を平面図を書いてもらって、間取り図をね、でどういう間取りになってるかっていうのとか家賃とか、うん、なんだったらおすすめのポイントとかっていうところをこうバーッとたくさん貼り出して、まあ大体の家賃相場とかそれを見れば分かるっていうか、リアルなことだからね、みんなが住んでる家だからっていうような、こういう間取りだったらいくらぐらいなんだって、例えばね大学まで何分かかるんだみたいなことが分かるような、そういうようなコーナーを作ってるんですけれども、まあ今日はそれにちょっと順次で書いてもらったんですが、先に言うと、あれ、それぞれ一人、どうだっけ、あ、僕が一人暮らし、一人暮らし、はい、で一人暮らし、 で花田さんは学生会館、学生会館で下宿です、ね、下宿ですね、はい、そういうバリエーションで来ていただきました。なるほど。でそれぞれのさ、うんうん、なんかいいところとかさ、うん、そういうの教えてもらおうかなっていう、あと値段っていうか価格、そのなんていうか、そうですね、気になりますね、住居費とかその賃料みたいなものがいくらなのかっていうのも知りたいんで、ちょっとそれをちょっと教えてもらおうかなと思っています。はい、じゃあまずちょっとこれを具体的にこのパネルで最初の、そうだね、久保田君からちょっと説明してもらってもいいかな。はい、そうですね、まあ賃料が4万3000円の、うん、まあ、1LDK で築2年、築2年、はい、2年です。新しいね。はい、で、まあ、礼金敷金は、まあ、ないなかったんだ、はい、そんなもんなのか今時は、しかも大学まで徒歩8分って近いですね、うん、はい、そうですね、うん、近いね。歩いてきてるんですか。夏はチャリですけど今は冬なので、うん、そうか、自転車だったらもっと早いもんね。はい、自転車なら 2,3 分ぐらいでは着きます。そうですね、はい、近い、大学に住んでるのと一緒だったら本当にね、便利で、間取りとか、まあ、ちょっと見ても、こんな感じです。すごい、 1LDK だからちゃんと L もある、うん、でね、実はね今日は、はい、写真とかみんなも撮ってきてもらっていいか、自分の家これだけじゃないから見せるのは。あ、いいですか。さらにリアルな状況を、すごいなんか嫌なものを想像しちゃうんですけど、いや、ね、まあ、どんな感じなのかっていうのを写真撮ってきてもらったんで、はい、楽しみです。じゃあ彼の久保田君の、はい、自宅の写真見てみましょう。あ、これはチャリ置き場を写してるんですけど、まあ、今こうやって暗いんですけど、人が通るとセンサーが反応して、まあ、あの奥のね、はい、少しだけ見えてるのがあれ自転車置き場なのね、はい、で室内にあるのでその雨とか雪とか降っても被らないので、うん、全然チェーンとか錆びつかないんですよね、うん、なので
おすすめです。4年間乗れますね、ちゃんと、はい、ちゃんと乗れます。錆びずに。あ、そうか、錆びづらいよね。あ、薬学なんで6年ですね、多分。あ、そうか、ごめんなさい失礼しました、うん、乗れます、6年やりますね。まあでも錆びないね、そしたらね、雪もね、埋もれないしね、壊れたりしないね、はい、その重ねどうしたとかね。あと盗まりにくいので、うん、常に。あ、そうだね、はい、確かにそうかも。はい、次写真どうですか。まあ、これあのドア開けて一つ目のオートロックのところ。あ、オートロックがあったね、はい、安心、はい、まあ、鍵挿入して右みたいな。はいはい、綺麗、とても安心します。はい、次見てみようか。あ、ここが玄関ですね、うん、まあ一人暮らしくらいの、まあ一人分の玄関かな。はい、まあ一人ぐらいの玄関なんですけど、はい、まあ、次の写真見てもらうと分かるんですけど、はい、そのシューズロッカーがこういう風にあって、友達の靴とかいっぱい来てもそのかさばらなくて済むんですよね、うんうん、はい、これだけ入れれればね、はい、で、あとこれ閉じると実は全身映る鏡があるんですよね。おしゃれ、おしゃれにも気をつけ、機能的、はい、出かける前の最終チェックみたいな感じでいきます。素晴らしい、機能的、はい、いいね、はい、それで、で次がリビングですね。おー、大体こんな感じ。綺麗だね、めっちゃ綺麗ですね、はい、あれモニター何、あれモニターテレビ、あれテレビですね。近くない？近いですねテレビにもう座椅子であの近さで見てるのはい、そうです、いつもすっげえ近いようなもんだけど、どう？あんな近さで見てるテレビ。まあ大画面に見えるのかな、あんだけ近いとね。そうですね、はいはい、結構見れます、はいはい、はいはい、綺麗ですね、うん、はい、で次が、ここが洋室で。広い、寝室になって。広いんじゃないの、結構。でそこになんか前の方にある机とか、うん、まあパソコンデスクなんですけど、そこで勉強したりしてます。うーん、これで終わりかな、写真は。あ、まだあります。まだあるの、はい、はい。ここがキッチンですね。まあだいたいこんな感じで。綺麗すぎて使ってないように感じすごい綺麗だね。使ってます？使ってます。すごい。え、これ使ってるの？はい、毎日使ってます。すごい綺麗に。毎日作ってんの？はい、すごいね、まあ、気分にもよりますけど。なるほど、すごいですね。はい、じゃあ次見て。で次がまあさっきの家電のところです。すごい家電コーナーになってる。ちゃんとひとまとまりになってるよ。見て見て見て、炊飯器あるでしょ、便利。ポット、何あれ、あ、ケトルです。ケトル、あ、ケトル、はい、で、オーブンじゃないですか、あれ。オーブンと電子レンジ、すごい、2個ほと冷蔵庫、はい、全部 まとまってるよ、はい、白物家電コーナーなんで、うん、すごいね、はい、便利。でここが脱衣所ですね、洗濯機とか、はい、洗濯機洗面台とかあります、で、風呂場ですね。すごい、まあ、毎日ではないです、結構掃除するので、まあここから見ると結構綺麗じゃないかなとは思います。あ、でもすごいじゃん、部屋自体が、うんうん、綺麗だね、はい、もう全体的に綺麗だね、綺麗好き、うん、綺麗好きですね。あ、素晴らしい、いいな、なんか男子の部屋っていうイメージがちょっと変わりました私、うん、ないね、なんかねなんか自分で今のなんか写真でなんかおすすめポイントとかっていうか、これ例えばこれだとおすすめですか、うん、と最近あの座椅子あったじゃないですか、うん、あれ最近買ったんですけど、うん、あれめっちゃテレビを苦痛なく見れるので結構いいです、うん、本当にテレビ中心だねなんか俺今時は YouTube を見てるっていうなんか学生たちは聞いてるって、テレビをあんまり見てないって言って40人ぐらいいても 3,4 人しか手を挙げなかったんだけど、テレビ見てる人って割とあそこにスイッチがあるんですよ、うん、Nintendo スイッチがあるんですけど、うん、そこで YouTube も見れるんですよ。なるほど、で YouTube も見てるんだあそこから。はい、テレビで見れます。なるほど、テレビ切り替えてんだね、はい、切り替えてます、ごめんなさい間違ってましたモニターとして使ってるわけね、あれをね、はい、すごい素晴らしいね、若い、へえ、なるほど、じゃああの座椅子がおすすめなのね結構あった方がいいですね、うんうんうん、まあ大学にも近いしね、はい、コンビニも近くにあるんだ、うん、なるほどね、そうか、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、わかりました。じゃあ次、はい、行きましょうか、宮野くん、はい、はい、宮野くんの間取りをちょっと取ってあげてください。どうですか、はい、ご説明いただけますか。はい、賃料もが4万5000円で敷金も4万5000円です、はい、で 1LDK になっていて、うん、すごい、と今年の3月に建ったばかりの築年数は1年目ですね。うん、1年だよ。なんかあれなんですか、最近この辺多いんですか。なんか建ててるのかな。ねえ、なんかすごいね、すごい綺麗な家ばっかり。こちらも大学まで徒歩7分って書いてあります。はい、ねえ、それは同じようなところにあるのかな、うん、もっと早いぐらいの感じ。そうですね、近いですね、近いね、うんうん、じゃあ彼の家も取ってきてくれたんでしょ、はい、取ってきました、はいちょっと見せてもらいましょう。あ、おお玄関だ、はい、これが玄関ですね、うん、で入ると
リビングがあって、うん、こんな感じになってます。綺麗で、こっちが洋室で寝室として使ってます。で、勉強机も寝室に置いてあります。すごい、なんか綺麗じゃない。キッチンがこんな感じで、洗濯機とか洗面所もあります。ちょっと待って、これ大学生っていいな、いいですね。でお風呂場、うん、広いです。いや、全然広いよ、うんうん、こんな、またキッチン綺麗なんですけど、はい、どうなってんのこれ。自炊、これ自炊でしょ。はい、自炊毎日してます。毎日してんの、はい、作ってんの。毎日毎日作ってます。今のキッチン見た、あんな綺麗。使って、いや綺麗ですよとか綺麗ですよ。いや、そんな使ってないみたいに、なんか今引っ越してきて、うん、とりあえずセッティングしましたみたいな感じぐらいな部屋に見えるんだけど、どうなんでしょうね。いつも綺麗好き。そうですね、ちょっと性格出ちゃったかもしれない。あ、この二人綺麗好きなんだよ。なんか写真出た。あ、すごい、はい、ゆったり。なんかすごいよ、ラグジュアリーな感じじゃないこれ。いいな。これおすすめ、じゃあおすすめポイントっていうのはどんなところがあるの。おすすめは、そうですね、テレビとかそのテーブルとソファー見てもらったら分かるんですけど、うん、低めの構成にして、あと茶色で統一してます。色もあんのね、はい、低めに統一してる大学生、俺初めて見たかもしれない、そんなことを。確かに低めだね、うん、これ、まあ、低いことでなんかこう、どうなんですか、気分がいいのかな。まだ低いので、まあ、天井も高くなって、あ、空間的に広さを感じる、広くなるんですね。そうかそうかそうか、生活が低めになるから、はい、天井が高く感じるのね、はい。で、これはこれは何、これは窓、寝室なんですけど、うん、カーテンをブラインドにしてます。それおすすめポイント。おすすめおすすめって意味わかんないんだけど、自分のこだわりポイント、こだわりポイントになってしまいましたね、はい。じゃあ自分でこう好きなものが置けるっていうのもね、確かにね、いい一人暮らしの、まあ、カーテンじゃなくブラインドとかね、はい、そうかそうかそうか、そういうのも利点ですよね。あれだよね、だってあれもあるんだもんね、学習机もあったよね。はい、ありました、寝室にあったよね。はい、置いてあります、うん、いや、ないのかと思った。映ってたんですけど低いなって実は思ってたんですよ、見て机が低いなって思ってたんですよね。映ってた。でもそういうことだったんだなって。なんか学生の部屋にも全然見えないんだけどね。ねうん、勉強してる。勉強はしてます。家でする。夏は家でしてるんですけど、うん、やっぱり広いので、うん、暖房がリビングにあると寝室まで暖かさが来なくて、なので冬は図書館で勉強してます。あ、大学の中の、はい、そうです、大学にある。あのブラインドをカーテンにすればもうちょっと暖かくなるんじゃないかっていうなんか疑問も多少あるんだけど、まあでもね、図書館はね、はい、いつでも、まあ、結構空いてるもんね、時間的にもね、はい、空いてます、ね、うん、そうなんだ。そう、だからすごい使い勝手がいいよね。近いことがメリットだよね、そういう意味だったらね、はい、近いのでもすぐに行きます。もうプラッと行って、はい、行けばね、もうあったかいもんね、はい、なるほど。一人暮らし組がまずちょっと二人続けて綺麗好きが続きましたが、はい、次、なんか今、もうっていう声が、もうって言ってる女子が一人いますが、はい、どういうことなんでしょうか。花田さん、はい、お願いします。花田さんは学生会館、うんうん、会館、はい、うん、女子学生会館、はい、もう要はいろんな女子ばっかりが、女子、いろんな大学の、いろんな大学の女子ばっかりが、そうです、札幌駅の方にあるので、あ、近くじゃなく逆に札幌駅に近いぐらいのところだよね、はいはい、そうだよ、青森から来てんだから、うん、そうです、なんだったらね、なんだったら、そうです、なんだったら中央に住むかいみたいな、そうです、ところもあったわけでしょ。はい、なるほど。これは、じゃあちょっとお金をちょっとまず見せてもらおうか。ちょっと画面に戻してもらっていいですか。なんか、はい、お金が、はい、家賃も、うん、あと管理費も、うん、あと朝夜のご飯、あと水道含めて77,800円で、うん、これプラス電気は各自使った分です、ね、なるほど。食事込みでって言ったら、そうだ ね、 ね、食事込みなんだね。1日2回ですもんね、食事。はい、いいね、うん、はい、じゃあちょっと見てみましょうか、学生会館のちょっと調子を、はい、かわいい、やったもうかわいいって感じですね、うん、まだ全貌は全く分かりません、ま、でもショーンがかわいいじゃないですかこれ見てまずかわいいっていきますよ。あ、なるほど女子っぽさ演出した次演出した、ね、演出しました、はい、じゃあ次行ってみますか
ほらもう、かわいい。かわいい。自分で言ってる気がする。かわいいのこれ。かわいいんだね。かわいい。かわいいんだね。すごいしっかりと、ベッドの場所もバッチリですね。うん。加湿器も。これベッドこんはもう元々あったもの。家具は全部、ベッドも冷蔵庫も全部ついてる。机も。冷蔵庫も。全部です。すごい。じゃあ楽ちんだね、そういうのね。はい。これだけだっけ。あ、ユニットバス。ユニットバスだね。もう一人だったら十分。いや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 。僕だって東京25歳の時出た時ユニットバスですよ。あのもう仕事してる学生じゃないからね。こんな人たちの家なんてもう本当にね。ね本当ですね。うん、前半二人がちょっと。もうこれぐらいですよ。僕の東京の家はこんなんでしたよ全然、うん。でも別に使い勝手悪くないでしょ、はい、これだってね。全然快適。コンパクトで快適だよね。すごいいい、うん。はい。これで終わりですか写真は、うん。そんなところですかね。はい、まあ見ましたけどどうですかその自分的には住み心地ないしはもうご飯も出るし、うん、安全面が何よりすごい親さんがいて寮母さんがいて、うん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 、門限もあってってので、うん、あ門限あるんだね女の子に11時にね、うん、女の子の一人暮らしにはもうぴったりだと思いますなるほど、うん、そうだよね確かになんかそういうのあるかも、うん、ご飯出るのいいねいやもうご飯そこだけで行きたい、うん、住みたいも私そうだよねもう俺も今んとこはちょっとご飯出る方がそうですよねちょっとしてるからなんかちょっと鼻につくっていうかねこの一人暮らし組のあの綺麗さがねなんかねもうちょっと若干生活感出た感じになってよかったねそうですねよかった、うん、そうそう大学生らしくなってきたなっていうところではいじゃあ次はい3年生松田くんちょっと見せてもらっていいですかそれも画面に、はい、すごい興味あります私下宿ってはい、はい、下宿はい、はい、どうぞ自分の賃料が、5万円で敷金礼金はなしですで、うん、この5万円の中には、うん家賃代とご飯代だけで5万円で、うん、あとガス代と電気料は各部屋にメーターがついているので、うん、そのメーターでおばさんがいつも料金を自分たちに教えてくれてそれで払っていますなるほどでも5万で食事もついてて、うん、すごい朝晩だっけしかも土曜日もですよね日曜日以外って書いてあるから、はい、土曜日も出るんですねはい土曜日も出ますすごいすごいじゃあちょっと具体的に撮ってきてもらった写真で見てみましょうか、はい、どうですかでも大学前から近いんですね。そうですね。ご説明いただけますか。どうぞ。あ、すごい。これは玄関ですね。うん、はい。うん、でここでみんな靴を、ここでみんなスリッパに履き替えて靴からみんな寮の中に入ってきます。はい。次の写真お願いします。こっちがここ、ね、はい。各それぞれのはいそれぞれの下駄箱です。下駄箱ね。はい。次行ってみましょう。でこれが玄関ですね。さっき見てもらった玄関の正面の階なんですね、うん、なるほど入ったらこういうなんかこうディスプレイしてあるようなところがあるのね、はい、今はこういう状態ってこと、はい、そうですね今ここにクリスマスツリー飾ってあるんですけど、うん、なんか例えばハロウィンだったらかぼちゃになったりとか、うん、なんかお正月だったらもっと違うものになったりとかなんか寮の雰囲気自体が変わります、うん、じゃあちょっとここで季節感を出してくれるわけね、はい、寮の人がねそうそう、はい、自分でやったわけじゃないでしょはいそうです寮の人がやってくれるおばさんがやってくれてるんだはい、洒落てますね、うん、何階に住んでんだっけ自分は2階ですね2階、はい、あ部屋来たよ部屋だあこれが自分の部屋で、うん、6畳なんですけど、うん、はいはいはいなんか自分物多いんで結構狭く見えるんですけど、うん、実際そうですねこんな物多い人いないのでもっとみんな広く使えてますねなんか6畳には見えないね、うんうん、僕はでもこれで満足してますなるほど、はい、ああまあでも中に入るとそうでもないかはいはいこれがはいおこれが勉強机のとこですね、うん、で勉強机の左側がうん、冷蔵庫と、うんうん、あと洗面器洗面所になっててあ流しがあるのねあの奥にね、うんはい、いいですねで、うん、右側がロッカーっていうか服入れクローゼットですかはいタンスです、はい、でこれ階段ついてるのはあれどうなってるのあそこのなんていうはしご、この上にベッドがあるんですよね、うん、上に寝るんだね、はい、ここのねでみんな
ここに登って寝てます、はい、なるほど、なるほど、わかる気がする。下が巨人の空間で、はい、っていうとこね、はい、で上で寝るんだ、はい、はい、じゃあ次行ってみましょうか。でこれが、いや、やっぱ思ったより、うん、これ逆から撮った図でしょ、はい、実家の自分の部屋って感じですね。そうですね、うんうん、そんな感じです、うんうん、はい、次行きましょうか。でこれが共同で使うレンジですね。あ、電子レンジは共同で使ってるんですね、はい、1階にあるので、はいはい、みんな1階に降りて使ってます。なるほど。2階3階の人は、はい、次。でこれが、正面にあるのが、うん、洗濯機で、はいはい、各階1つずつ洗濯機がついているので、はい、全部で寮に3台洗濯機あります。3階建てってこと？はい、そうです、うん、でそれぞれあと4つ扉があると思うんですけど、ここの、うん、ここのここが、お風呂をですね4つあります。うーん、これがお風呂の中ですね。うーん、そっか。でも全然普通に、はい、ね、普通の。バッティングしないんですかこれ4つっていうので？そうですね、基本なんかみんな入る時間帯バラバラなので、うん、夜中に入る人もいれば朝に入る人もいるので、うん、あまりバッティングしたことは自分の経験上はないですね。うん、はい、基本的に洗濯機もないですね。ないんだ、はい、じゃ割と自由にやれてるっていう感じ。はい、結構自由です、うん、シャワー入るときどうやって入るんですか？なんか時間で予約したりとか。100円入れて入るんですよね。あ、有料なんだねここはね。はい、有料です。うん、じゃ入るたびに入れたらそのすぐ入るって感じですか？そうですね、水道代が自分の寮4月に1年分1万3000円払うんですよね。それなんか自分の部屋の水が使い放題、さっきの流しの部分とかで、それ以外の水は取ってないんで、こういう形になってます。あれまだ写真があった、はい、本当だ、はい、これは何をイメージして何をイメージされてこれは自動販売機ですね。うん、それは分かるんだけどね自動販売機なのは分かるんだけど、これはどういう意味なんですか？あ、なんか自分的には買いに行かなくていいので楽だなっていう意味で結構自分活用してるので。あ、飲み物を、はい、量違う、間違えた、下宿だ、はい、下宿の中で買えるっていうことがいいと。はい、なんかあまり他の下宿だと聞かないので、うん、結構おすすめポイントだなと思って撮ってみました。そっかそっか、はい、はい、これが食堂ですね。へー、ここでみんなご飯食べてます。あ、なんかすごい私のイメージ通りだった、うん、ここは俺もイメージ通りこれこそ下宿じゃないかっていう感じで、うん、そんな感じですね。ちょっとほっとしたのは昨日そんな感じがします。すごいいいな、ここでご飯食べてるんですね。じゃあ皆さんで、はい、だってね、これ大学まで5分ってことは、はい、今の下宿だと、まあ、6畳ワンルームでしょ、はい、同じ学校の人しかいないんじゃないの？そうですね、同じ学校の人しか、北海道科学大だけ、はい、そうです、でしょ、そうですよね。じゃあもうあのご飯の空間だって何だったら、まあ、時間同じぐらいにわーって来て何人かいても、はい、別になんかみんな同じ大学だっていう感じなんでしょ？はい、そうですね。友達になってったりするの？あ、します。結構同じ学年同士は仲いいですし、あと同じ学科の先輩とかだったら結構勉強の仕方とか、結構テストここ出てよとか、もうダイレクトに教えてくれるんで。あ、いいね、はい、勉強は必要最低限でいい点数取れます。おー、はい、なるほど、いいね、それはいいかもしれないね。ちょっとこれはすごいめっちゃいいなという声が出ますね。一人暮らし組から今聞こえました。で結構ご飯も美味しくて、なんか老舗のレストランみたいな感じのご飯が出てくるんで、すごく、はい、なんかあまりみんな他のところでご飯食べに行かないで、みんな寮で食べてますね、うん、自分らだけだもんね。俺が行ってもご馳走してくれもらえないんだもんね。そうですね、はい、そうだね、はい、そりゃそうだよな。すごい詰め場だそれは、まあ、これでっつってねそうそ う, そうお願いしますいや、ちょっと食べてみたいなと思っておばちゃんが作ってんの、下宿の。そうですね、そういう感じ、はい、ムード的には。はい、あ、じゃあいいね、なんかやっぱ下宿、うん、おばちゃんって、ね、なんかイメージ的にはそういうイメージ通りでした、私、はい、そうか、うん、いや、いろいろ見せてもらいましたが、はい、まあちょっと今これで話してもらったけど、まあそれぞれね、一人暮らししてみたりとか、まあそれぞれね、学生会館とか下宿とかって住んでみて、なんかそこの、まあ今見てる人たちに向かってね、その一人暮らしのメリットとかって何かって言ったら何が上がるんだろう、一人暮らし組2人とも。じゃあ僕から。あ、お願いします。
と、まあ、まず門限とかがないので比較的自由に家に帰れたりして、まあ、例えば実家暮らしとかだったら親から何時に帰ってくるのとかって言われるじゃないですか。それとかがないので本当自由に帰れるし、まあ、寮長さんとかにも怒られる可能性もあるので、うん、それがないのが一人暮らしの強みかなと思います。なるほど。ちょっとそう彼女を見れば11時の門限そう、ね、11時の門限どうですか。全然私遊んでます。あ、いや別に遊んでますすごい言葉だけ聞くとなんかこうちょっとなんか別にそんなに門限っていう言葉を聞くと嫌だなって思うと思うんですけど、普通に暮らしてれば11時には家に帰ってるし、まあ そうだね、うんうん、普通に考えてみれば、うん、なんか普通に当たり前に。そうですね。何かある時とかは例えばなんかね、あるお友達とみんなでご飯行ったりとか、夜遅くなっちゃったりして門限に間に合わないなって時とかは、まあ、普通に泊まりたいな、友達の家に泊まりたいなって時は開泊届を寮母さんに出すだけでいいので全然、うん、じゃあ進言すれば別に、はい、それはそれで今日は帰れませんのでって言っとけば大丈夫っていう、うん、じゃあ怒られないってことですね。全然怒られないって怒られるの嫌だって言ってたけど、いやちょっと一応下宿も聞いておこう。下宿はどうですか。下宿でも自分たちの下宿は門限ないんですよね。カードが渡されてるの で入り口のとこにカードかざすとこあるので、それにかざせば勝手にドアが開くんで、うん、そうですね、カード持っていれば門限はないですね。やばい、これさっきのオートロックにも通ずるような、うん、下宿だけどオートロックで味良いな。ちょっとオートとは違うんですけどそれに近い感じ。近いよね、だって防犯上はだってそれしか入れないわけでしょ、うん、そうですね。で玄関のとこに、防犯カメラがあるので夜中でもなんか不審者入ってきても結構見れるんで。なるほど。防犯性も結構安全です。なるほどね。今んとこ下宿なんか結構いい感じだけど、うん、そうですね。どう、一人暮らし組なんかあるの。そうですね、これすごい大事だと思うんですけど、うん、親のありがたみが分かりますね、うん、あー分かるデータ、はい、どういう風に。自炊、コンビニでお弁当買うのもいいんですけど、うん、そうするとやっぱり食費が上がってしまうので自炊した方が安いですし、あ、やっぱ自炊した方が安い、はい、自炊した方が安いですね。スーパーで買ってきて作った方が安いです。なるほど、はい、そうか、学校の近くに住んでるって言ってるけど実際スーパーは近くにあるのかい。はい、はい、スーパーも歩いて行ける距離にありますね。はい、じゃあ全然不自由なくっていう感じで自炊するにしてもそんなに抵抗なく、はい、買い物してもちょこちょこっと行って買ってきてっていう感じで。そうですね、まあ親のありがたみはあるよね、うん、確かにね。もう分かってもらわなきゃですよ、毎日やらなきゃ、ね、本当ですよ、うん、それはまあなんかこうそうね、メリットというかデメリットというかなんというか、うんうん、まあ実感することだよね、一人暮らしにしますね、うん、でもまあそういう意味ではね全然楽ですけどって言ったけど、うん、で美味しいって言ってるからね、本当羨ましい。そう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 、花田さんとこも美味しいの、ご飯は。めちゃめちゃ美味しいです。なるほどね。夜は選べるのでこれって出されないで2個あるうちどっちがいいって感じなので、バリエーションも豊富だし、うん、栄養も栄養士さんが考えているので。なるほど、すごい、ダメリつくせり、うわーね、すくすく育つよね、それはね。いいですね。そうか、うんうんうん、あとどう、そのなんだったら学生会館下宿組自慢ポイントなんかある。自慢ポイント、じゃあ僕からどうぞ。ご飯の時とか結構洗い物とかしなくていいので結構テスト前とか結構楽ですし、あと自分一回盲腸で入院しないといけなくなった時に、うん、おばさんが全部送り迎えしてくれて、うんうんうん、でそれでお見舞いにも来てくれるん で結構風邪ひいた時とかも病院にわざわざおばさん車に乗せて連れてってくれるので、でもそういう時とか結構一人暮らしよりは、まあ、心配はないのかなっていう感じですね。それでもなんかさ、スペシャル下宿じゃないの。そうですね、そんなことしてくれる。いや、自分たちの寮だけだと思いますね。他の寮そんなことあまり聞かないので。あ、そうなんですね、はい、今日それもう寮の名前言ったら殺到しちゃうでしょ、多分ね、もうみんな今ガーッてそっちに釘付けになってると思うよ。でもここに書いてあるよ。いや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 、やばい、出なきゃなくなるよ。あ、そう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 、いやでもね、そこまでやってくれるのがすごいいいよね、うん、まあそういう意味では一人暮らし組ちょっと若干そこは
そうですね、熱出たとかなっても、はい、精神的にきますね。あ、そうなのか。病院行くのにも自分の足じゃないといけない。そうね、確かに この辺病院あるのかな。この辺どこだ、なかなか、ね、病院自体はあるよね。病院はありますけど、まあ、でもあの僕の住んでるアパートと、まあ、久保田のアパートを見ては もう分かったと思うんですけど、結構学生が住んでるアパートがたくさんあるんですよね、周りに。なので、まあ、風邪をひいて何か買ってきてほしいなっていうのを友達に言うと。なるほど、じゃあ近くにいたりもすると、はい、はい、同じ学科の友達でやっぱり一人暮らしの人もいるので、なるほど、意外と近くに住んでたりするんですよね、うん、なるほどね、はい、まあ、ましてや学校近いから電話して、はい、ちょっと助けてもらっていいとかって言えるってことでしょ、はい、別に、まあ、そういう意味ではね、うん、近くに住んだメリットもあるね。助け合いですよね、うん、みんな遊びに来たりするの大学。あ、したりします。うん、だって空き時間とかだって帰れるでしょ、はい、2人だったら帰れますね、うん、いいな、うん、なかなかね、ちょっとその辺はちょっと札幌駅にあるとできないけど、うん、でもまあ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 、そうか、よく帰って昼寝しますわ。あ、そうなんだ、はい、あ、それも気ままな感じでいい、うん、はい、気楽ですね、誰も家にいないしね、パッと帰ってね、はい、うん、そうか、なるほど、そうか、もうなんかでもみんないいな、うんうん、でも一人暮らしでもあんだけ綺麗にできてるんだったら全然問題ないね、本当ですね、友達も全然呼べるし、うん、ね、はい、なんだったら泊まりに来ても別に問題ないんでしょ、はい、2人で、いつでも大丈夫です。すごい、だったら全然別に一人暮らしって言ったって寂しかったらおいでよって言えばいいだけだもんね、はい、はい、そうですね、うん、どうなんだろう、どうですか、話を聞いて、2人の一人暮らしの話を聞いて、花田さん的には。いや、なんか私青森なので海を越えなきゃいけないじゃないですか。そうだね、すべての家具を揃えたりするのが、だから買って運んだりとかができないので、ね、こっちで一気にやるってなったら、ただでさえ4月忙しいのに、うん、そんな時間もないしお金も大変だしってなって、うん、もう全部ついてるところに、うん、ほぼ多分学生会館の人って4年間住むってあんまないと思うんですよ、最初の1年、うん、2年だけなので、うん、最初は落ち着けるようにまず入る。なるほど。で、生活にも慣れたら安全面とかも自分でできるようになるまで、うん、養母さんにやってもらって、私ももう多分一人暮らしにしたいんだ、あの入ろうとしているんだそれ言っていいんだっけ、分かんないけど、あの、うん、でも4年間はいないと思います。ああ、なるほど、じゃあまあいずれ一人暮らしを、でも一回挟んだ方が絶対にいいと思います、うん、なるほど、ちょっと慣らしっていうこととか、まあ食事も出てくるしね、遠くから来た人は絶対そうだね、うん、なんか いろんなことが不安だからね、遠くから来るとね、うんうん、だからその部分だけはとりあえず安心っていうところをまずっていうのはあるよね、うん、その辺は海越えと海越えじゃないっていうところで、うん、続きみたいな、うん、なんかあるかもしれないね、そうですね、うん、でも、うんうん、あれよ、お隣のあの下宿の方は、うん、そうでした、あの、ね、途中で出ちゃうって言ってる学生会館の方に対して3年生ですもんね、3年間いてしまいましたよ、そうですね、2年契約なんで、あ、そうなんですか、はい、じゃああと2年もいることになったってことですか、そうですね、あと今4年生最後までいようかなって思ってます。いや、いいと思う、私やっぱよっぽど快適なんですね、そうですよね、そういうことですね、はい、何もやらなくていいので、なるほど、そうか、いや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 、いい話聞きました、いろいろちょっと時間がねもうそんなにないんで、うん、まあいい話聞いたと思います、まあだから今日ね見てくれた人たちがどれくらい、いや結構参考になったんじゃないのかな、なんか割とね、あの値段っていうか、その賃料のね、うん、そういう家賃の相場とかっていうのも分かったかもしれないし、これぐらいのね家賃だったらどういうような間取りになってるかとか、どれぐらい大学に近いかとかっていうようなこととか、うん、でまああのね、一人で住んでみるっていうことで親のありがたみを、ね、うん、あの分かるっていう部分もあるし、ね、まあ、そういう意味で言ったら、ね、あの自分たちは割とちゃんとしてる組だけど、ね、はい、僕みたいな人だったらぐっちゃぐちゃになっちゃうから、親御さん今日写真見てきっと安心してますよね。いやいや、そうだよ多分ね、うん、これなら良かったって ね、もうブラインドでね、こうね、本当ですね、いやそうだと思うよ、うん、はいはいはい、はい、いやありがとうございました、もう全部いろいろ教えていただきまして、大学の周りっていうか、ちょっとさら大学の周辺っていうのは環境的にどうなんですか、住んでる人たちに聞くけど、3人に聞くけど、どうですか、そうです、大学周辺苦痛はないですね、ない、歩いた距離にスーパーとか、その、うん、なんかちょっと家で作る気分じゃないなっていう時に、なんかその
食べに行ったりとか食べに行ったりとかっていう歩いて行ける距離なので、うん、全然苦痛はないです、うん、なるほど。じゃあなんか困ったなっていうことも特になくないですね。ない、はい、うん、ない自分もないですね、うん、ない、はい、自販機近いしね自販機近いし、ね、そうだよね。そうかそうか、いやありがとうございました。じゃあ今日見てた人は、まあ、大学の近くに住んでもよし、下宿もよし、うんうんうん、まあ、最初はもしかしたら学生女子なんかは学生会館からスタートしたりとかしてもいいんじゃないの、うん、っていうようなことだね。選択肢が広がった気分ですね、うん、なんか安心はしたね、うん、なんかいろいろ、うん、いや、はい、すごい楽しかったです。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。まあ、なんかじゃあ最後になんかそうだね、その受験生の皆さんに今この時期ちょっとメッセージをっていうか、はい、お願いしていいですか、順番に、はい、はい、どうぞ。はい、まあ、今とても辛い時期だとは思うんですけど、さっき話したように大学生になって結構エンジョイとか友達の家遊びに行ったりとかすごいできるので、この苦痛を乗り越えてしっかり大学生エンジョイしましょうかな。応援してます、頑張ってください。ありがとうございます、はい、今もう勉強ばかりでモチベーション下がってきてるんじゃないかなと思うんですけど、これを見て大学のイメージを膨らまして楽しみにモチベーションを上げて勉強頑張ってほしいなって思ってます。待ってますいいねいいですね、はい、勉強もそうですけど4月から新しい生活が始まるっていうのもあるので、そこに対する不安もあると思うんですけど、いろんな選択肢あって楽しいので、ぜひそれも楽しみに勉強も頑張ってください。結構入学後のことが心配な人もいると思うんですけど、寮とかに入ると結構先輩たちが例えば勉強の仕方とか結構おばさんが、生活面でサポートしてくれるので、心配な人は寮に自分たちの寮に入った方がいいと思います待ってます自分を知らない、ね、自分とこ最高って言ってる、すごく満足してるんだなと思って。いや多分そうだ ね、いや寮母さんだったら私嬉しいなと思います、うん、調べ上げた方がいいよなんかねうん、はい、彼のいるところをね、素晴らしいです、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあ、皆さんにも、はい、これを見てぜひいろんな選択肢を持ってこちらに来る新生活も楽しみにしていただきたいと思います、ね、はい、ぜひぜひ、はいはい、以上在学生トークライブ住まい編でした。